ご機嫌いかがですか？クリスチャンボイスジャパンのナビゲーターを務めます、ミクニです。この番組はイエス・キリストを信じたクリスチャンが、どのようにイエス・キリストに出会い、信じるに至ったか、また、クリスチャンとして人生を歩む中での奇跡や祝福を通して、本当の神様を証言する番組です。今回は40代男性、アキラさんのエピソードをご紹介します。それではお聞きください。私は日本によくある仏教や神道の考え方や習慣を基準とする家庭で育ちました。葬式は仏式で、お坊さんがお経を読み、死者が天国に行けることを願い、手を合わせ祈ります。クリスマスは祝うことがなかったのですが、豪華な食事を母が作ってくれました。天然石で作られた数珠や十字架のネックレスをファッションとして身につけたりしていました。また、自分が一番、自分が正しいと自分を誇り、自己実現をしていました。仕事では取り組みを評価され、センター長に抜擢されました。その後支店長を目指そうと役職者試験を受けましたが受かりませんでした。それまで14年間ほぼ毎週日曜日は出勤していましたが、移動により日曜日が休みになることが多くなりました。そんな中、2015年クリスチャンの元同僚からの連絡で神様の計画が動き出します。その友人と何度か連絡をする中で、英語が流暢なインドネシア人の友達がおり、食事会をするので来ないかと誘われました。私はもともと英会話に興味があり、年に一度海外旅行に行くのを楽しみにしていました。当時、よく旅行でインドネシアのバリ島に行っており、英語、インドネシアというワードに惹かれて、食事会に行きました。その食事会にはインドネシア人、アメリカ人、日本人がおられ、とても楽しい食事会でした。その時、明日の礼拝でインドネシア人のブンアさんが証しをするから聞きに来てほしいと教会に誘われました。証しというものが何であるかわからなかったのですが、私はブンアさんの話を聞いてみたいと興味を持ったので、翌日の礼拝に参加しました。少し早く教会に行き、中に入ると、アキラさんですよね？と知らない人に声をかけられました。案内されるがまま席に着くと、4、5名の同世代の男性が話しかけてくれました。礼拝が始まり、みんな立ち上がり、手を挙げて賛美を歌う姿を見て、ドン引きしました。私は初めての光景にあっけにとられ、降りづらい、早く終わらないかな、と思っていました。しかし教会の明るく肯定的な雰囲気が好きになり、続けて教会へ行くようになりました。それから約2ヶ月後、アメリカから宣教チームが教会に来ました。ネイティブの人と英語で話ができると嬉しくなりました。私にとってこの企画はまさに神様の導きでした。イベントの中で気がついたら、宣教チームのメンバーと一緒にハンバーガーを提供する側にいました。その後クリスチャンの方と話す中で、私はイエス様を信じているから天国へ行けるけど、アキラさんは地獄やで、と言われました。その言われた意味を詳しく知りたいと思い、教会のリーダーに話を聞きました。この世界は聖書の示す通り、唯一の神が作られたこと、神中心であった世界から人は神を神と認めなくなり、人中心、自分中心の世界になったこと。
すべての人には罪の性質があり、私は神の前に罪人であると知りました。しかし神様は私を愛されており、私との関係を回復したいと願っておられることを知りました。私は罪を犯したままだとどうなるのかと質問をしました。死んだ後、神様からその罪のために裁かれ、地獄へ行かなければならない。地獄へ行き、一生ではなくて永遠に苦しむと言われました。私は続けて、ではどうすればその罪は許されるのか、どうすれば解決するのかと質問しました。リーダーは、イエス・キリストが十字架にかかり、私のすべての罪のために死んでくださったこと、死んだ後、葬られ三日目によみがえられたことを信じることです、と答えられた後で、信じる?と聞かれました。私は、今?と言いました。彼は、今?と言いました。一呼吸置き、私は、信じる、と言いました。こうしてイエス様が私のための計画を用意してくださって、不思議な方法で救いへと導いてくださいました。今年母がイエス様を信じることができました。たくさんの方が関わってくださり、救いへと導いてくださったことを心から感謝しています。昨年クリスチャンの女性と結婚し、次は妻のお母さんの救いを願い、祈り、宣教しています。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます。聖書の言葉、使徒の働き、16章31節。いかがだったでしょうか?このエピソードをお聞きになって何かお感じになられた方は、ぜひ近くの教会に足をお運びください。聞いてくださるすべての人の上に、イエス・キリストの祝福がありますように。